おはようございます。人生初仙台を堪能中です。今日は何をするんです?本日は仙石線という路線に乗る予定です。んだそれ?知らねえ。仙台の青葉通りと石巻を結ぶ路線です。似た路線に仙石東北ラインがありますが、あれは経路こそ似ていますが速達性重視です。とにもかくにも乗ってみましょうかね。ここが JR 仙石線、仙台駅のホームです。地下鉄みたいですわね。東京駅の京葉線とか横須賀線とかのホームみたいで素敵ですよね。青い電車が走ってるんだな。仙石線で最もスタンダードな車両のイラストですね。もともとどこを走ってんだ?山手線や埼京線ですね。元は首都圏を走り抜けた車両です。お、なんかなってるな。乗る予定の電車が来るみたいですね。ちなみに今回は仙台から青葉通りまで乗ります。何キロくらいの距離だ?500メートルです。来ましたね。仙石線青葉通り行きです。あ、いやこれ、緑じゃねえか。お、当たり先生ですね。これがちょっと珍しい仙石線の車両です。あとこれ、実は4両全部違う色してるんです。この色以外は普通っぽいですわよ。なんか珍しいかは4号車に行けばわかります。さすが仙台、人の往来が激しい。周りの人に感激して乗り込みませんか?そうですね、よっと。これが4号車なのか?いえいえ、ここはまだ。シートの紹介の前に仙台から青葉通りまでの駅間の短さを皆様にも味わってもらいたいです。ジョルダン乗り換え案内だと徒歩4分が最適ルートと言われているその駅間を、ぜひ体験してみてください。そろそろミュート解除してもいいでしょう。そんなわけで青葉通りに到着です。なんかどっかで聞いたことのあるドアタイムだな。一体どこでしたっけねえ。さて、なんだこれが、まだ早いですって。なるほど。確かに見慣れないものが。これは JR 東日本では唯一、ロングシートとクロスシートを運用別に転換できる座席です。仙石東北ラインの開業に伴う仙石線快速の廃止により、今はロングシート固定ですけどね。かわいそうな座席だな。せっかくだから私が山手線で走っていた車両。今はトイレも立派な椅子もついてます。座り心地の検証タイムとします。実際のところどうなんだよ。細いながらも肘掛け搭載、背もたれ高め、座り心地もいい感じ。です。そうなんですね。これで座席がカッチコチだったらそれこそ面白かったけどな。それはさすがに。座席の下には回転できる機構があります。暖房設備も兼ね備えているんですが、はっきり言ってこの大きさでは、って感じです。冬の東北は冷えますからね。押しボタン式なため、凍てつくほど寒い風から無防備であるってことはないはずですけどね。立派な椅子とトイレと押しボタンを手に入れた代わりに、内装として編成が短くなって仙台に送られる。それもまた運命です。ところで、なんかちょっと205系っぽくない見た目してると思いませんか?言われてみれば、この205系、もともと運転台がなかったんです。というと、中間車に無理やり運転台を取り付けて区間にした、というわけなんです。運転台とこのドアのスペースがちょっと狭めなのが物語っています。そういうことなんだな。とんでもない改造ですわね。でも言われなかったら気がつきませんわ。顔もそれなりに自然な仕上がりになっているため、初見じゃ気づきにくいかもです。205系3100番台。仙石線特有の車両形式です。一方は205系標準のロングシート。これはこれでいいですけどね。
もう一方はロングシートに固定されたセイタカノッポの赤いツーウェイシート。なんかちょっとチグハグだな。それもまたいいですけどね。そろそろ改札の外に出ようぜ。そうですね。出口は向こうでしょうか。残念、あれは地下鉄乗り換え口です。紛らわしいもんだな。改札の外へ出ました。ちなみに仙台から青葉通りまでは青春18切符で乗ってます。というか、仙台から青葉通りって500メートルなの250円かかるんですよね。だったら普通は歩いた方がいいもんな。本当にそうですよ。というわけで本日は仙石線はここが変わってるよ特集でした。そうだな。ちなみに青のみの普通の仙石線にはトイレはあっても変わった座席はありません。何やら4号車にあるらしいのね。たまたま遭遇したら乗ってみるのもいいかもしれませんね。17編成のうち5編成なので、乗れたらラッキーですよ。それはラッキーですね。というわけで、本日はここまでです。また次の動画も見てくださいね。